中古車販売大手ビッグモーターによる保険金の不正請求問題で金融庁が大手損害保険の三井住友海上に対し追加の報告徴求命令を出したことが分かりました関係者によりますとビッグモーターの不正発覚後に損保ジャパンだけが取引を再開した経緯に関連して 金融庁は、競合関係にある三井住友海上の出向者の事実関係や取引を再開しなかった経緯など、当時の対応状況を報告するよう求めているということです。金融庁は先月末、ビッグモーターに保険販売を委託する損保7社から不正請求に関する調査の報告書を受け取っていて、 ソンポジャパンには今月19日から立ち入り検査に入っています。